さあ直線に入りました。これからの勝負。さあ先頭に立ったのはウィルビーコスモス。先頭2番手はノーブルキャスター追いすがります。やはり強いウィルビーコスモス。1着2着にはどうやらノーブルキャスター、1番人気に応えましたウィルビーコスモス、見事です。さあいよいよ直線の攻防。先頭変わってサニーアクション。先頭残り 200m、 先頭はプレストシンボリ。サニーアクション必死に追いすがります。プレストシンボリ先頭、一気にオートマチック。1着2着にはどうやらプレストシンボリオートマチック、見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ここで先頭はフラワーパーク先頭です。引き離しにかかりました。あと 200m、 フラワーパーク先頭だ。残り 100m、 フラワーパーク差を広げる。2番手はセイヨンメール、先頭はフラワーパーク、1着で合流。フラワーパーク1着、2着にはどうやらセイヨンメール。フラワーパーク見事1番人気に応えました。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。残り 200m、 先頭はエトワール・バラッド、前のトップガン、いい足で追い込んできました。エトワール・バラッド先頭、前のトップガン、もうひと伸び、前のトップガン、1着2着にはどうやらエトワール・バラッド、前のトップガン、見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭は成田ブライアン、突き放しにかかります。残り 200m、 成田ブライアン先頭だ。残り 100m、 後続は大きく離れた。2番手はマチカネタンホイザー、成田ブライアン独走。成田ブライアンぶっちぎりです。成田ブライアン1着、2着はマチカネタンホイザー、これが G1 馬だ。成田ブライアン